Hello, everyone. My name is オチムシャ。こんにちは、皆さん。オチムシャです。今回はランニングに関する栄養の話をしたいと思います。ランニングをしている人は貧血になっている人が多いです。立ちくらみだったり、起き上がった時にフラフラしたり、疲れが取りにくかったり、練習の際力が入らなくなったり、様々な症状が出るのが貧血です。鉄不足ということを認識して鉄を取ったりされる方もいらっしゃいます。それを食材で取ろうとする方が結構いらっしゃるんです。ほうれん草だったり豚のレバーだったり、そこには鉄が多く含まれると言われています。ですけど、ほうれん草一体一日どれだけ取らないといけないのか、バケツ一杯分のほうれん草です。これを食材から取るということはもう不可能です。豚のレバーは何グラムか忘れましたけど、とにかくたくさんの量です。毎日取ろうと思うとこれは無理なんです。だったらさっさとサプリで取った方が早いです。で、じゃあなぜ鉄が必要なのか、そこをもう少し掘り下げますね。なぜ鉄が必要なのか、それは赤血球を作りたいからなんです。赤血球を作る際に必要なのが鉄と言われてます。ここはもう少し赤血球の作り方を理解された方がいいです。赤血球を作る際は鉄だけでなく、葉酸、ビタミン B12、ビタミン C、 この3つも必要になります。もちろんそこに鉄が入って4つ必要になるんです。それが赤血球を作る際に必要な栄養素です。そして大原則として、タンパク質がないと赤血球を作ることがそもそもできません。ですので、タンパク質もしっかり取らないといけません。タンパク質を取ろうと思えば、肉、魚、卵、このあたりが有名どころですね。しかしこれを取ろうと思うとまた難しいんです。ですので、プロテインを飲んでいただいた方が早いです。どの種類のプロテインを飲むかっていうのはもう皆さんそれぞれにお任せします。何でもいいです。自分が好きな味があればもうそれでいいと思います。もちろんおすすめのプロテインはいくつかありますけど、もうそこはあえて触れません。そして鉄、ビタミン B12、 葉酸、ビタミン C、 この4つに関してもサプリで取った方が早いです。そして値段もそこまで高くありません。 iHerb というサイトがありますので、そちらで探してみてください。ビタミン C は250粒で1700円ぐらいです。鉄は600円から1000円ぐらいです。ビタミン B も1000円から1100円ぐらいです。葉酸はもっと安いです。300円か400円ぐらいで売ってます。これらが3、4ヶ月持ちます。3、4ヶ月持ってこれだけしかお金がかからないのであれば、さっさと取った方がいいです。もう食べ物で取ろうなんて考えない方がいいです。もう不可能です。間違いなく必要量を取ろうと思えば無理なんです。ですので、サプリでさっさと取ってください。もう一つ、鉄の役割があります。体にはエネルギーを作る細胞があります。その細胞は主に筋肉にあります。それらのエネルギーを必要な場所に運ぶ、この役割を担うのが鉄でもあるんです。ですので、鉄というのはランナーにとって絶対にいる栄養素なんです。もちろんランナーだけじゃないです。全てのスポーツ競技で言えることです。特に持久系のスポーツでは鉄はぜひ取っていただきたいものです。女性の場合は生理があったりするので、特に血液が外に出てしまいますので、間違いなく鉄というのは取らなければなりません。ですけど、もし取るなら鉄だけでなく、ビタミン C、 ビタミン B12、 葉酸、この3つも合わせて取ってください。大前提としてプロテインを取っていただく、自分の体重グラムかける2倍程度を取るようにしてください。1.5 倍から2倍ぐらいでいいです。
僕がだいたい75キロですので75グラム以上のタンパク質を取らなければなりません。僕はだいたい100グラム程度のタンパク質を毎日取るようにしてます。それでもまだまだ足りないぐらいです。ですけど最近はそんなに走れてませんのでそれぐらいでいいと思います。300キロを超える距離を走ってる場合は2倍から3倍ぐらいのタンパク質を取らなければなりません。皆さんもぜひ注意して摂取するようにされてください。今回は以上で終わりたいと思います。栄養についてはもっともっとたくさん皆さんに話すべきことがありますけれども今回は赤血球そこからの話をしました。まだまだ話をしたいことはあります。再生回数も100万回いくよう頑張りたいと思います。皆さんチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。失礼します。